このイベント蓬莱蔵祭りは飛騨市古川町の渡辺酒造店が行っているもので、新型コロナの影響で中止されていましたが、今年は5年ぶりの開催となりました。普段見ることができない酒蔵が公開され、渡辺酒造店で作られる全種類の酒が100円で飲み比べできるコーナーが設けられました。また、粕汁や甘酒が無料で振る舞われたほか、500円での酒粕の詰め放題が人気を集めていました。このイベントは明日も開かれます。